州内のノーサンバーランド郡の位置、郡内のルイス郡区の位置。ルイス郡区は、アメリカが州国ペンシルベニア州、ノーサンバーランド郡にある郡区である。2000年現在の人口は1862人。アメリカ国勢調査局によると、ルイス郡区の総面積は68.3平方キロメートルで、すべて陸地である。2000年の国勢調査によると、 ルイス軍区の人口は1862人であり、636世帯550家族が居住している。人口密度は1平方キロメートルあたり27.3人である。663件の家があり、1平方キロメートルあたり9.7件の家が建っている。町の人種構成は99.36%が白人、0.16%が 黒人内しアフリカ系アメリカ人0.05%がアメリカ先住民0.16%がアジア人0.00%が太平洋諸島系0.05%がその他の人種であり0.21%は根血である人口の0.21%はラテン系である 全世帯の36.6%には18歳未満の子供が同居しており、79.1%は夫婦で一緒に生活している。3.6%は夫のいない女性が接待種であり、13.4%は独身である。全世帯の11.6%は一人暮らしであり、6.0%が65歳以上である。平均世帯人数は2.89人。 平均家族人数は3.11人である。ルイス群区の人口は25.7%が18歳未満、18歳以上24歳以下が7.9%、25歳以上44歳以下が26.0%、45歳以上64歳以下が28.3%、65歳以上が12.0%である。 年齢の中央値は39歳である。女性100人に対して男性は103.9人であり、18歳以上の100人の女性に対して男性は101.0人である。町の一世帯あたりの平均収入は4万1406ドルであり、一家族あたりの平均収入は4万4922ドルである。男性の平均収入が3万2101ドルに対し、 女性の平均収入は2万1767ドルである。一人当たりの収入は1 6876ドルである。人口の7.6%が極貧層である。18歳以下の住民の14.4%、65歳以上の住民の5.6%は貧しい生活を送っている。ありがとうございます。